はい、みっちゃんねるの佐藤です。昨日も今日も芸能ニュースではこの話題で持ちきりだったよね。ガッキーこと新垣結衣と星野源の結婚。なんでも世間では2人が共演したドラマにちなんでこの結婚のことを逃げ恥婚って言うんだって。俺は別に新垣結衣のファンでもなんでもないんで、その辺のところはどうでもいいんだけど、いやー星野源やってくれだね。俺はどっちかって言えばドンギツネちゃんと結婚してほしかったね。あのドンベの CM の物語見ててキュンキュンしちゃってたもんね。とはいえ吉岡里帆のことが好きなわけじゃないよ。吉岡里帆演じるドンギツネちゃんのことも好きだったんだね。職場の人とガッキーと星野源の結婚の話になった時、同僚のおじさんがドラマで共演して仕事でずっと一緒だったんだもんね、そりゃ好きになるよねとか言ってたけど、そんなのマイケル・ジョーダンじゃねえよ。じゃなかった、冗談じゃねえよ。こちとら仕事のパートナーはドンギツネちゃんならぬドンダヌキちゃんって感じのツヤちゃんだぜ。ちょっと人生不公平すぎませんか。星野源ばっかり可愛い子と一緒にいるじゃん。まあそうは言ってっけど、ツヤちゃんだってガッキーや吉岡里帆に負けないところもあんだけどね。メガダとか、まあ何はともあれ吉岡里帆がドンギツネちゃんの野望ガッキーに奪われないことを祈ります。みっちゃんねるの佐藤でした。